ただいまご紹介に預かりました小谷元子です。先ほど浦谷先生から最初の3人はきっと黒木先生は役に立たない3つの学問を並べたんであろうと、でその中で浦山先生は一番最初だから一番役に立たない研究をやっていると、まあ、そういうふうに並べたんだろうというふうに言われていました。で実は数学というのは、ごく一般的には最も役に立たない学問というふうによく言われていまして、通常であれば役に立たない順に並べると私はトップバッターでないかと思います。で実際天空の空ラピュタ島、あ、天空の島ですか、ラピュタ島っていう名前を皆さんアニメーションとかの映画で聞かれたことがあると思うんですが、実はあれはガリバー旅行記というすごく昔の、イギリス人の書いた、探検物語からできています。その中のラピュタ島に住んでいるのは数学者で、数学者というのはなんかこうちょっと空中に浮かんだちょっと地上から足についてない島に住んでいて、でそこに役に立たない計算を一生懸命やっていると。でそこにある建物は数学者が計算しているんだけれども近似的な感覚がないので、その島が歪んでいたりなんか変な感じになっていると。でそこで一日計算を続けていて何の役にも立たないものを作り出していると、まあ、そういうふうにガリバーが記述しています。というわけでなんとなく世間の人の印象は数学というのは役に立たないというふうに言われている学問の一つでした。それは21世紀になって急激に変わって数学は役に立つ学問というふうに言われるようになっています。で、しかしながら今日は数学は美しいということなので、このお題で最初の方をお話ししたいと思います。で、しかしながらこの3人の中で私が最後になっているのは次の少し役に立つ学問への橋渡しができているところにあるかというふうに思っています。で実は数学は美しいというこのお題は私がつけたのではなくて黒木先生からいただきました。で実際数学者は年がいもなくというか恥ずかしげもなくよく美しいという単語を使います。で実際数学の中で一番の褒め言葉は美しい定理だね、深い結果だねと言われることで、美しいというのが一番の褒め言葉です。で実際人の話を聞いてよくわからなく、その定理がどうして素晴らしいかわからないときにする質問が、その定理は何の役に立つんですかというふうに聞きます。つまり数学の中においては一番みんなが求めたいと思っていることは美しいというふうに感じることであり、それがどうしてその定理自身として意味があるかよくわからないときに何の役に立つんですかというふうに聞くと、そういう文化があります。で数学の研究がどういう研究をしているのかというのをご説明するのを少し難しいんですが、そういうなんかちょっと、面白い好奇心に基づいて研究に没頭している人たちのことは面白いと思う方が多いらしくて、映画に、主人公数学者は主人公になっている映画というのはいくつかあります。例えば博士の愛した数式というのが10年前ぐらいに流行りました。で今ちょうどいろんなところで上映されている奇跡の遅れた数式という映画がありまして、これはインドのラマヌジャンという天才数学者のお話です。で彼は神の声が聞こえると言われていて、彼が予測したすごく複雑な数式がいっぱいあります。でそれ彼はそんなに数学の高等教育を受けていたわけではないので、なぜそんな複雑な公式を思いついてしまったのか誰にもわからない、彼自身も説明できない、でもこれは神様が教えてくれた数式だというのをいっぱい言っていると。それをイギリス人の数学者であるハーディが証明をつけて数学にしたということで、彼が一体どこからそういう素晴らしい数式を思いついたのかがわからない、非常に不思議なお話がございます。でも数学者にとってはやはり美しい数式、私が一番愛する数式ってこれなんですよというのを守っている人が多いと、そういうのが数学者の、考えることです。これつい最近理化学研究所というところに数学のセンターができまして、その時の記念に梶田先生と森先生が講演をした時のポスターです。梶田先生皆さんご存知のように去年ノーベル物理学賞を取られた方ですし、森先生は数学のノーベル賞と言われているフィル賞を取られた方で、そういう2人の
坪上先生が数学と物理からお互いに講演をしたわけですね。その時のタイトルが数理と自然のハーモニーということで、やっぱりなんとなくみんな数学って美しいとかハーモニーとか調和とか、なんかそんなことを意識している学問なんだよなっていう気持ちはあります。でじゃあその美しいって何なのかと、数学者が美しい定理だねとか美しい数式だねっていう時に、で何をもって美しいって感じているのかというと、それはおそらく調和というふうに言い換えることができるかと思います。右の方のポスターでいうとハーモニーですね。でじゃあ調和って何なのかってもう少し考えてみると、それは例えば対称性があることであったり秩序が取れていることであろうと思います。でそれを数学者は非常に抽象的であったり普遍的な言葉で述べようとしています。でそれは数学者の美意識であり、こういう対称性や秩序があちこちに潜んでいることを発見したときに無常の喜びを感じます。でよく対称性の話は、私自身もこれまでしましたし、いろんなところで話されるので、今日は秩序のお話をしたいと思います。しかし対称性の話も調和の話も出てきます。で私自身バリアを越えてっていう話が最初にありましたけれども、割とバリアを越えるのは好きな、タイプの人間で、15年前ぐらいまでは気化解析という気化解析という気化学の研究をしていました。で2000年ぐらいからそれを少し広げて、普通の気化学と解析学っていう2つの数学の中で大きな分野をつなぐような研究を開始しました。でずっと数学をやっていたんですけれども、2008年ぐらいから数学と材料科学という普通はあんまり出会いのない2つの研究の間をつなぐ、つまりバリアを越えるような研究を開始して今に至っています。でじゃあ私どうやって数学者になったのかということですが、まず小学校の時は算数が大嫌いでした。で今でも数学の計算は苦手です。でよく数学を職業にしているというと、あじゃあ計算得意なんですねと言われますが、実は数学者は、計算が苦手な人が多いです。で私自身数字が本当に苦手で、実は今所属して数学会の会費を一桁間違えて10年分払ってしまったことがあるぐらいです。でさすがに10年分払ったので、返してもらえないでしょうか、一桁間違えたんですけどって言ったんですけれども、返してはいただけませんでした。でただですね、ちょっと言い訳、自分に対する言い訳なんですけれども、実は数学というのは計算が嫌いで怠け者でないと上達しない学問だというふうに私は思っています。これ有名なガウスの逸話ですので、お聞きになれた方もお聞きになれたことがある方もたくさんいらっしゃると思いますが、小学校の時にガウスは先生から1から100枚足しなさいという問題を与えられました。でクラスの全員の先生とはすごく真面目に 1+2=3 で 3+3=6 でっていう、そういう計算を真面目にやっていったわけです。これはたかだか100個の数ですから、真面目にやっても間違いなくできると。ところがガウスはとっても怠け者だったので、そんな面倒くさい計算したくないと、なんか面白い工夫はないかと思ったので、1と100ってこう両端足したら101だと、で隣2と99足したらやっぱり101だと、ただこういうふうに真ん中から端っこから足していくと全部101っていう塊で、それが1から100まで全部で100個あって、それ2つずつ組み合わせたら50個あるので 101×50 でこれが答えになるよっていうことを考えました。でこれ2つのことがあって、まず怠け者だったので真面目に計算するのは嫌なので、何かうまい気はないかというのを考えたというのは一つ、それからもう一つは、ここはすごいポイントなんですが、 1+99 は100だと、 2+98 は100だ、100がいくつあるかっていうのを考えたんじゃないところがミソで、我々110とか100とかっていう塊に通常慣れているので、塊を探すというのはこれは数学者じゃなくてもやると思います。でところが塊を探してたまたまいい塊がたくさんあったからうまくいったという、それでは一般的な公式にならなくて、ガウス先生がやったのは、いつでも成り立つ一番端っこから順番に足していくと全部同じものが現れると、これが公式になっているわけです。で数学というのは計算をする学問ではなくて公式を作る学問ですので、怠け者でない真面目な人は計算をするので公式ができないということです。で中学校になって数学が始まったので、算数嫌いでしたけれども数学が好きになりました。
でなぜ好きになったかというと、私は実はいろんな本を自分で勝手に読んで質問に行くのがとても好きでした。で今自分が教員になってみると、そういうことをする学生はとっても面倒くさいので、だいぶ先生にご迷惑をおかけしたなと思いますが、その時はそういうことは分からずにただ単に質問に行っていました。で、いろんな先生が実は相手にしてくれたんですが、中でも数学の先生がとてもよく相手をしてくれたように思って、相手にしてくれるので、またまた他の本を読んで質問に行くというのを繰り返して、数学が好きになったわけです。でその時に数学の先生だけがすごく相手にしてくれたというふうに思っていて、いい先生だなと思っていたんですが、後からちょっと考えると、実はそういう素朴な質問に対して、それほど知識のない小学生とか中学生に対してきちっと相手をしようと思うと、数学というのはとてもいい学問であったというふうに思います。なぜかというと、論理性と想像力があれば、子どもと大人が対等に、もしくは知識があろうがなかろうが対等に議論ができます。正しいときは正しいということは理解できるし、間違っているときはどこが間違っているということは指摘できる。でところが他の学問に関しては、いやそれは実験してみたらこうなったんだとか、それはそういうふうに決まってるからということがたくさんありすぎて、なかなかその経験もないし、実験をする素質もないところで素朴な質問に答えるのは難しかったと思います。というわけで、この頃いや先生は良かったので数学好きになったんだよなと思っていたんですが、実はそういうふうにきちっと自分の思っていることを言葉にしていって、議論をしてそれを突き詰めていくということが実は自分は好きで、それが数学という学問であったんだなというふうに思います。で大学に入ってから最初の 1,2 年生っていうのは私の入った大学では最初が数学科ではなくて、最初は理系っていうふうに取られて、3年生で何を選ぶかという大学だったので、入ってから 1,2 年は数学だけじゃなくて物理とか化学とかいろんな勉強をしました。で、私はその時に数学も得意だったんですけれども、実験がすごく早くてクラスで一番早い、圧倒的に早くできました。で私は、うぬぼれていたので、私は数学もできるけど物理も化学もできるなっていうふうに思っていたんですが、今よくよく考えると一番早かったっていうのは実は実験に向いていないということを意味していたと思います。なぜかというと、実験をするっていうのは、正しい公式を見つけるということもあるけれども、大体実験というのは思った通りいかないと、そう思った通りいかないときに、それをなぜだろうと思ってそこに潜む真理を追求するのが実験科学なわけです。で私は当然そういうまだ大学生ですから、やった実験にいっぱい思ってなかった変なことが起こっていたはずなので、そういうことは一切目をつぶって答えに一直線にたどり着こうとしていたので一番早くできたわけです。つまり実験に、大切な面白い変な現象、予測外の現象が起こった時、それを見逃さないという能力がなかったということで、やっぱり数学を選んでよかったなというふうに思っています。で3年生になって数学科に進学すると、今まで自分はすごい得意だと思っていた数学科、数学ですが、入ると本当に天才がたくさんいて、自信を失いました。ああ数学ってこういう本当の天才の人が作る学問なんだなっていうふうに、ちょっと思って、かなり落ち込んでいた時期です。で私が学生の頃は大学に行くということは研究者になることでしたので、大学終わってどうしようかな、自分は数学好きだし一緒やりたいけど、こういう天才の人が作るんで自分が行くとこじゃないのかもしれないというふうに、かなり大学に進学しようかというのを迷いました。で全く自信がなかったにもかかわらず大学に進学したのは、やっぱり数学を捨てることができないというふうに思ったからです。ここに書いてある文章は聖書から取りました。何か迷っているときに結局決めるのは、それをするときに心が熱くなると、そういうことがあると。で、大学に入って実は本当の意味での研究というのを始めてみると、自分が思ってたよりも数学って懐が深いな、実は自然界って懐が深いな、なんとなくその 学生のときに出来上がった定理を聞いて数学って美しい世界だなと思ってた以上に、数学とかもしくは自然界っていうのは多様な問題があって、やれることがいくらでもあるということを発見しました。つまり自信が回復したんですけれども、自分に能力があるというよりはむしろ自然とか数学の奥深さを知って自信を回復したというところかと思います。
で先ほど申し上げましたように、どうしてそんな自信もなかった数学にこれほどのめり込んだのかということですが、それは一言、宇宙という書物は数学の言葉で書かれていると、これにつきます。我々が知りたい宇宙というもの、村山先生は村山先生、さんは井田さんなりに宇宙というものを追求してきたわけですけれども、私はそれを理解するのは数学という言葉であるというふうに考えていました。で例えば最初にあった美しいというのは対称性だということですが、じゃあ対称性ってそもそも何なのかと、なぜまあ対称だと安定しているように感じるのかということですが、左右対称って右と左と同じとか回転対称ってよく言うわけですけれども、それは何なのかってよく考えると、右と左が同じということは右と左を入れ替えても図形の形は変わらない、このような操作をしても図形の形が変わらないということを対称性と数学では言います。でちょっとそういうふうに抽象的に言うと、実は日常的には対称性という言葉ではないような平身対称性という言葉も現れます。これ周期性と言われますが、同じ形が何度も何度も繰り返して現れるものを平身対称性と言います。で私がやってた学問というのは幾何解析学というものですが、自然界の中には対称の形で満ち溢れている。でところが自然がやろうとしているのはエネルギー最初の形を選択するということで、決して対称な形を作ろうとしているわけではない。なぜ自然はエネルギー対称の形だけを作ろうというこれだけしか考えていないので対称性というのは現れるのか、これを数学で解明するというのが私がやっていたことです。でこういうことを通じて私はだから数学というのは本当に宇宙の根幹を理解する学問だというふうに感じました。もう少しなんか分かりやすく言えるといいんですけれども、要するに我々は美しいとなんとなく美しいと思うときには対称性ということを感じています。でその我々が本当になんとなく美しいと思っているものが自然界には満ち溢れているんだけれども、それは自然が選んでいる形では本来はない。で自然が選んでいる形がなぜか我々が美しい形だと思う形になっていて、しかもそのことは数学で説明できるということがなんとなく宇宙の神秘に触れたような気がしたわけです。でこういうことをやっていたんですが、2000年ぐらいから離散と連続ということに興味を持つようになりました。離散と連続というのはこれもちょっと時間がないので急ぎますけれども、我々が普段見ている世界というのは連続こうつながった世界です。でつながった世界であるとすれば、それは数学の言葉で記述する微分方程式で記述することができます。でそれを解こうと思うとしかしながら解けないので離散期すいません、ということで我々の住んでいる世界は20世紀まで、連続な世界が本当の世界で、その中にそれを理解するために離散というものがあるというふうに考えられていました。でしかしながら今は原子分子が作るミクロな世界というのが我々の住んでいる世界であって、それを理解するために連続近似というのをしなくてはいけない。でそういう離散と連続、もしくは原子分子と我々が使って物質の間をつなぐような新しい数学というのをちょうど2000年ぐらいに考えていました。ただこの時は私はあまり数学の世界のことを知らなかったので、新しい数学作って楽しいな、そういうことで興奮していて、外の世界でそういう数学が必要なんだよと言われていることを全く知りませんでした。でところが、世間外の世界を見てみると、物質という我々の使っている物質というのは原子分子で作られていると、それは非常に小さいものであってバラバラのものであると、こういうバラバラのものは固まって我々が使っている物質ができるわけですけれども、そういうことに数学を使えば面白いことができるのではないかということで AIMR における材料科学の研究が始まりました。これは数学と材料の連携で物質を理解しようと思うものです。ちょっと時間がないので、で我々が言いたかったことは、物質には結晶とガラスと液体という3つの状態がありますが、これは結晶です。非常に秩序があります。でガラスとか液体というのは全く秩序がないので、これを理解することが非常に難しい。で結晶の方は先ほど申し上げたように平身対称性というのがあるので、これはもう数学の言葉で理解することができます。でしかしながらこちらにあるような複雑な形をしたものを区別することが今までできませんでした。しかしながら数学の新しい手法である
トポロジーデータ解析というのを使うことによって、これを区別、完全に区別することができるようになりました。で、そのことが、今日お話したかったことですが、ちょっと時間配分を間違えたので、これぐらいでおしまいにしたいと思います。ここに見てはいただくと分かるように、個体というのは秩序があるので、パッと見るとそうでないものとよく分かる。で、それを数学を通じると、この目で見ると区別ができない液体とガラスを区別することができるようになったというようなことで、数学者が考えていることは役に立つとか、そういうことよりは美しさとか調和ということですけれども、そのことが急に役に立つ世界になってきたということをお話しさせていただきます。どうもありがとうございました。